はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、眠れりゃ楽しんでいらっしゃいますでしょうか。新しくね、新ダで登場したこの眠れりゃというテーマなんですけども、まあいろんなね、あの組み方できるんですけども、ですね、このね、眠れりゃの新機能っていうカードがですね、完全に沢渡慎吾新規ということを皆さんご存知でしょうか。この眠れりゃの新機能何をするかっていうと、エクストラデッキからね、裏側表示のカードを2枚裏側で除外して、デッキからカード名が異なる獣族レベル10モンスター2体を手札に加えるという効果があるんですよ。で、この効果発動すると、まあ、自分は P モンスターしかエクストラデッキから特殊ができないよっていう縛りがついちゃうんですけども、まあこの永続魔法の効果で毎ターン毎ターン、その獣族レベル10モンスターを2枚もね、あのサーチすることができると。はい。で、レベル10獣族モンスターって何がいますかって話なんですよね。はい。最強モンスターがいます。ご紹介しましょう。魔妖戦獣大馬鹿勢と、魔妖戦獣一つ目の村地です。はい。これまあ、沢渡慎吾さん の、 あの超 S 級モンスターなんですけども、このモンスターがなんとレベル10の獣族と、なっていまして、このモンスターだと2枚もサーチできます。つまり今スケールサーチすることができちゃう、プラス、まあ、あのアタッカーをサーチすることができちゃうってことですね。だから今回はですね、あの眠れりゃギミックをぶち込んだ、妖戦獣デッキ、はい、ご紹介していこうというふうに思ってます。はい。好きなんですよね、妖戦獣ピーチクが僕は。とにかく豪快なんで、正直強くはない正直強くはない。うん、あのだからファンデッキなんだけど、やっぱファンデッキの中だったら結構やる方なんじゃないかと思ってるんで、しかも性能がね、大爆発とかこの一つ目の村地って特殊感成功すると相手のカードバウンスできるっていう効果があるんですけども、まあ、妖精ロストトルネードってやつですね。この妖精ロストトルネード結構決まるんで、しかもなんかスケールサーチする、これがちなみにスケール2枚サーチできるし、これもカード2枚サーチできるからさ、一気になんかカード4枚ぐらいサーチできるんですよ、この2枚があると。まあ、しかもあのこの新キロはね、眠れりゃの夢見る眠れりゃをスケールに置いて、効果ね持ってこれるから、まあ、結構安定感は出たかなというところですね。まあ、あの正直先行でやることマジないんで、このギミック自体が、まあ、あのこいつらが先行でやることないからね。だから、まあ、ちょっと高校を、まあ、寄せにしてて、まあ、ディメンションアタッターとか、まあ、ドロバとか、G とかニビルとか、こういう1枚でなんか相手止まってくれるようなあのカードをいっぱい入れて、まあ、それどれか引いて、まあ、止まってもらって、あとはこっちで、まあ、バウンス展開をして、まあ、キル取っていこうかなというふうに、はい、思ってます。まあ、妖精ローストトルネードファンの方はぜひ、ね、組んでみてください。はい。てか、こいつ UR めっちゃ大変だった。こいつ3枚作ったもん。はい。デュエル。スタンバイ。どうも皆さん、こんにちは。カードに選ばれている男、沢渡慎吾です。一生鼻声が治りませんが、どうしたらいいでしょうか。ギャラクシーソルジャー、何？珍しい。あ、マジのギャラクシーじゃん。これ久しぶりに当たりましたね。ギャラソル、あー、ウィザードね。なるほど。なかなか強力な、まあ、ちょっとドローリング、アンディング、ロッキング、バーディングを発動。もうちょっと手札に加えることはやめてください。あのデッキめちゃくちゃトロバス刺さりそうじゃね。あ、ギャラクシーハンドルと。なるほど、強いな。結局なんか死ぬほどドロバ流行ってるからさ、ドロバの耐性がないデッキちょっとダメだよな、今。多分、その超獣武者とかいうぶち壊れテーマのせいなんだけど、基本的には。なんかそのドローランドロックバード回避できないじゃないですか、デッキ。だからドローバーめっちゃ刺さるっていう話で、ドローバードローンデッキからもなんかひたすら飛んでくるんで、ドローバーに耐性がないデッキちょっと厳しいっていうね、話がありまして、ウィザード、はいはいはい、レベル4上げる、なるほど、88か、いいだろう。まあ、確かにこのウィザードのね、リリースしてサーチする効果みたいなの使えないからね、実質。まあ、ここでレベル8、2体でランク8屈するくらいしか、多分このデッキあんま、妨害作れないんじゃない、あー、ロードね、了解了解。了承。それ守備じゃないん、あー、アーゼウスケアかな。なるほど。ドロー。カマイタチ。カマイタチ山内来た。これ先一回こっち行くしかねえか。新キルを発動するしかないですね。はい。このカード最強なんで、妖戦獣カード2枚サーチできるって書いてあるんですよね。妖戦獣カードでもなんでもないですぎな。妖戦獣テーマカードすぎて、エクストラデッキなんでもいいか、ここは。除外しながら、妖戦獣カードを2枚サーチ、来た、通った。これ謎のシナジーだよな。マジで、これマジで謎のシナジー。とりあえずペンデラムスキルセッティングするか。サレシン
一つ目の村地しかねえな、これだ。サレン真鍮をペンデラムスケールにセッティング。OK。で、一つ目の村地だよな、11人できんの。こっちだな、ペンデラムスケールセッティング。で、ペンデラムスケール発動して、今スケール33なんですけど、なんか片方11人できるって意味わかんないことがありまして、これでレベル10、スキル11にしていく。はい。で、揺れろ魂のペンデラム、天空にかけ、光の枠、ペンデラム召喚、現れよ俺様のモンスターたちよ、かっこ一体、現れよ魔妖戦獣、大魔風、特殊召喚成功時効果、相手のフィードのカードをバウンするぜ。強くね、これ強いよな。このバウンス効果、これ2枚までね、選択肢相手のカード戻せるよと。妖戦ロストトルネード、ギャラクシアイズ、フォトノロード、OK。で、これ破壊されるんだけど、これ、破壊耐性あるんで、一応、サレン真鍮くんが。なんで、破壊されますの効果、サレン真鍮の効果で一応身代わりにして破壊される。で、これバウンスはできなかった。バウンスできんかったら鬱陶しいな。まあ、一旦ね、召喚しまして、かまいたち山内の効果によって、相手のモンスターを手札に戻すと。まあ、戻すのは得意なんで、このテーマ。エクストリキカできたモンスター特にめちゃくちゃ戻せます。はい、カード加える、 OK 了解。フォトンかギャラクシーを手札に加えていく、加えたカードを戻していこう。何加えるのか知らんけど、サモナか、了解。サモナでかまいたち効果によって相手のモンスター戻る、フォトンエンペラー効果、あ、だる、フォトンエンペラー戻ってくるのだる。はい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 、いいでしょう、いいでしょう。まあ、とりあえず一旦バトル入りまして、ちょっと一旦これ2枚は処理ましょう。まあ、どっちもいいや。はい。ワンキルは取れんかったけど、まあ、相手の動きもね、阻害することはできたんで、まあ、ワンキルされなければ、あのデッキワンキルされそうだけど、あのデッキめちゃくちゃワンキルされそうだけど、ちょっと一回戻すわ。サムラード何手札。ソルジャーか。なるほど。まあ、サムラしかねえな。さすがに、ソルジャー、やべ。ソルジャーめんどくせえな。サモナーのがさすがにめんどくせえか。まあ、サモナーだな。サモナー戻す。で、まあ、エンドフェーズですね。で、相手ギャラクシーソルジャーオンリーなんで、まあ、一応全部戻ってくるんだけど、全部戻ってきて、いや、あとはこれ、あと2ビルで頑張るしかない。耐えろ俺のライフ、耐えろ俺のライフ。いや、これもう結構、これワンキルしようと思ったら意外とこにくり回す必要あるんじゃないか、相手。ギャラクシーソルジャー OK。オービタルそう捨てて、おい、サポートしろ、オービタル。で、ギャラクシーソルジャー効果。サーチ入れる。了解。で、サモナー。いや、強いんですね。サモナー召喚。効果で、まあ、多分ウィザード、これ3回目。これ3回目、3回目。はい、ジャンガ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 ジャン。あ、レベル4に変えろ、OK。いいよ。あれ、これ遠征、これ遠征じゃないの、これ遠征してアフターグローみたいな。動きちゃうのかな、あの人。遠征してアフターグローして、アフターグローのレベル変えてみたいな動きしないのかな。ギャラクシーフォトンドラゴンどうぞ。はい、で、これでギャラクシー、モンスターまたは、あ、ギャラクシーカード、ギャラクシーカードかフォトンカードを手段に加えることができる。これ強すぎだろこいつ。ただもうお前4回目だろな、気をつけろ。もう4回目だぞお前、4回目。はい、ジャンガ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 トランサー、オッケー、来たぞマジで。これ、これは来た。もうこれ、ちなみにギャラクシーフォトンしか出せなくなりますね。で、フォトン、アフターグロー出てきて、ギャラクシーフォトンドラゴン出てきて、はい。出てきましたと。出てきましたと。で、あ、これあれか、百式の効果。百式の効果でエクストラ、デッキを破壊するという効果。フォトンが出てきたらね。はい。で、破壊されて、いや、まあ、2ビル投げるか。オッケー、で、優先権返してください。あ、やべえ、ちょ、待って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 、優先権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 返して。あ、危ない危ない危ない、見せた見せた見せた、ここ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 、危ない危ない、ちょ、フォトンロードできたら弱ったけど、危ない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 、ちょっと危ない危ない危ない、2ビル、はいはい、で、全てなくなった。これでもう相手何もできんだろう。打点たっけ、打点たっか、あの癖カードなんだろうね。なんか一生発動されないけど。グラットンか。なるほど。今いらねえな。
今グラットンさすがにいないな、ネムレリアの新機能の効果と、まあエクサデッキなんでもいいんだけど除外しまして2枚ぐらい、まあ、本当にどうでもいいよね、マジで使わないから。で妖戦獣大馬風と、あと一つ目の村地サーチング強すぎ、巻いた2枚さ強すぎるだろ。で一つ目の村地をペンデラムスキルにセッティング、さらに大馬風をペンデラムスキルにセッティング、そして一つ目の村地の効果発動、片方のペンデラムスケールを11にするぜ。ブイー、そして俺はレベル4からレベル10のモンスターを同時に召喚可能、揺れの魂のペンデラム、天空にかけ光の枠ペンデラム召喚、現れよ俺様のモンスターたちよ、うおーっつこの瞬間マジで楽しい、妖戦獣妖戦獣使ってるってこの瞬間マジ楽しいんだね、うん、本当にひたすらにカードバウンスしていく、無限バウンス地獄ですねこれね。はいで、はい、伊達アップして、でさらにかまいたち召喚して、はい、強すぎだろバトルメイズだぜいっけ、うわこれ今気づいたけど、このニビルトークンともまあまあ相性いいな、ニビルトークン戻せるから打点がどんだけ高くても。敗戦、あこれもう一回続きんの敗戦、ありがとうございました。やっぱ俺ってカードに選ばれてる、マジでネタデッキすぎてやばいなこのデッキ、ほんまに誘発さなかったら何もできない俺。ちょあのピーチク妖戦獣ってほんと先行やることないんだよね基本的に、マジで妖戦獣しか出せないみたいな縛りもあるし、このなんかパワーカード、あの眠れるの新機能というカードによって2枚サーチできるとはいえ、まあ、言うてそんな、ああフォーマットスキッパー、わかんない、なんだこれ、一応増殖するとか、フォーマットスキッパーわかんない、なんだこれ残機違うな、フォーマットスキッパーちょっとマジわかんないですけど、何これ、なんすかこれ、えあパラディオン、なるほどパラディオンか、パラディオンって先行やることあんの、まあこっちから高校取ってるからあんまちょっとあれなんだけど、向こうももしかして高校できやった、パラディオンって高校できたイメージあるよね、フォーマットスキッパー、はい、でパラレアクション強えな、お前そ強いな普通に、ちょっと泥場投げるのやめるわな、泥場はちょっとあの増字通ってる時はいや、あの投げちゃいけないってことですね、はい、天球とマギアス、はいはいはい、わかる、でもアークロール確か普通に妨害持ってたよな、一応なんかリンク先のモンスターリリースするとなんかモンスター国向こうみたいなみたいなことできた気がするけども、あーなるほど、サーチだけ入れてエンドと、なるほどなるほど、いけるかもしれん、相手クソラゴー1展開きた、いける、6枚除外、まあ、エクストラデッキはねあのコストなんでマジで本当に何も使われませんから、エクストラデッキほぼクソ適当に入れてます、エクストラデッキはマジ参考しないでください、マジで適当に入れてるんで、で眠れる新機能の効果、お通る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 、やべえ増地投げて決まっただけみたいな話だけど、で、エクストラデッキを2枚除外します、これ何でもいいんです、で2枚除外しまして、で獣族レベル10をサーチできる、強すぎやばすぎ、全部揃った大爆発全員揃った、で1つ目の村地をペンデラムスケールにセッティング、でもう1つ目の村地だこれ、1つ目の村地1つ目の村地だろ、でもいいよこれで、で1つ目の村地の効果像、1つ目の村地の効果によってペンデラムスケールを重鎮していく、そしてペンデラム召喚、現れろ俺様のモンスターたちよ、ペンデラム召喚、魔妖戦獣大馬風、魔妖戦獣大馬風、魔妖戦獣大馬風、アルティメット大馬風爆弾、ひたすら戻します、カードをひたすらに戻します、まあ、一応ね、まあ、無効化されたことも考えまして、全てのカードをバウンスしていくと、さあこれによって全カードバウンスできるぞ、きた、あ保養いいだろう、まあ今さら何に保養っても関係ねえけどな、はいはいはい、どうぞ問題なせん、はい、ペンデラムスケールよかった、保養ケアしといて、でめちゃくちゃ戻る、で3003体バトルいけー、おりゃーつー
予選中最強。これが予選ロストトルネードか。あ、本人来た。ご本人様登場。ご本人様登場来た。妖戦獣とかね、こういうなんかあのテーマいいですよね。あの僕まあマスターデール、まあ、もちろんねあの楽しんでやってるんですけど、結局一番好きなのはこういうなんかキャラクターっぽいあのデッキぶん回してる時なんで、まあ、レジェンドアンソロジーそろそろ復活ないですかね。なんかあの2周年記念であのイベントが開催されたんですよ去年は。でそれがレジェンドアンソロジー、これ社長じゃんこれ。でも社長デッキ来た。2周年記念イベントがね、レジェンドアンソロジーだったんですよね、去年が。で、それがね、神イベントだったんですけど、まあ、それを元にしてね、いろいろ、あの、いろんな大会とか開いてたんですけど、僕は。ちょっとね、第3回レジェンドアンソロジー、ちょっと実装、結構ね、心待ちにはしてるんですよね。また、開催 してくれんじゃねえかなと、コナミさんであれば、神企業コナミであれば、と思ってます。あと2周年記念イベントね、マスターディエルの。まあちょっとね、あそこでね、あのいろいろ人口増えたりとか、なんかそのちょっとやめてた人が戻ってきたりとかするんで、マスターデュエル。去年もね、結構増えたんですよ、人口。あの一周、二周年記念、またすぐ戻っちゃったけど、二周年記念の終わった後に。いや、ここね、やばいってか、この展開やばいかもしれない。ちょっと、これはね、やばい、普通に。これはなんだ、社長か？あ、まあテールか。このデッキさ、こっちの展開かなり管理してくるからさ、まあさすが社長って感じなんだけど、めちゃくちゃな管理体制敷いてきて、こっち何もできないみたいな話なんですよね。圧迫面接と言われてるんですけど、このデッキ。これもしかしたら最終場面圧迫面接になる可能性あります。結構。いや、これだいぶ圧迫面接じゃね？これ圧迫面接だろ。デスマキナサイクリート、まあまあきしいぞ。まあまあきしいな。夢見る眠れりや発動。夢見る眠れりや発動。これ効果使いたいんだよ。なんかある一応発動できる。でこう新キロ置きたい。デッキから新キロを置きたい。サイクレイトはちなみにアビスみたいな、マホトラップカード版のアビスみたいな感じの効果になってまして、は聞いてねえよウサギは。いやウサギなんか超級武者のせいでペンディラムって今メタられてんだよな。結構あかんってこれ。ペンデラムスケール発動。ピースケ発動したい。発動できる。サブローカで召喚効果発動。妖戦獣があると、妖戦獣 P モンスターを手札に加える効果が発動できる。こっちとね、スケールスローなんてマジで何も言えない本当に。マジで、あ、一応スケールは持ってこれる。で、一つ目の村地ペンデラムスケールにセッティングする。ペンデラムスケールセッティング。え、あ、え、あ、こいつペンデラムスケールもパクれんのか。やばい無理だ。おい返せ俺の一つ目のブラシ返せ。参戦の5、参戦の5。いや無理だ、無理すぎる。いやもう今このご時世圧迫面接なんてやってたら普通にコンプラ違反でなんかワンチャン訴えられますけどね。